こんにちは。さあ豊さん、中日がやっぱ好調でいまだ単独首位を走り中です。好調っていうのはさ、ある時期こう調子が良くて、まあいずれは下がるよっていう感じ、好調は。じゃあ実力っていうのはさ、やっぱその言ったら安定してるっていうことじゃない。どっちなの、好調なのか実力なのか。でもなんか今年はその実力も非常に伴ってる好調というか、まあそうだな、いう気がします。試合を見てると感動的なシーンが多いな。例えばここで打ってほしいって言った時に、打ったみたいな、一気にいけって言ったら一気にいったみたいな、で立浪監督が手を打つ、期待に応えるとか、デッドボールで押し出したとかさ、なんかすごく感動的な試合が多いなと思ってさ。そうですよね。でここぞという時、例えばヤクルト戦でもね、負けていたのに逆転っていうのもなんかこうチームのまとまり、負けていたから逆転したから感動的でさ、先行逃げ切れば感動的では何にもないんだよね。そうですね。まあよく逃げたみたいな、まあそんな感じで、まあ確かにな。いやだから去年までの中日だったら、あ、このまま今日もヤクルトに負けてしまうのかなっていうところも、終盤で追いつき逆転っていうこの強さというか、すごい。いやだけどさ、強さ感じるのはさ、あの時でも8回先頭打者ピッチャーのところに2000本安打の大島が出てくるんだよ。それだけでも違うよ。で大島選手がヒットで出るんですよね。いやもうそれはね、それだけでも違うよ。昨年さ、代打使おうっつったって誰使おうかなっていうような感じだもん。そうでしたね。だから右は中地、左は大島っていうのはね、いるし、だからまあそういう意味では層はすごく厚くなったけど、やっぱ的確にやっぱこう使ってるっていう感じはするよね。そうですよね。ただちょっと心配なニュースが入ってきたのが、そのヤクルト戦、守備についていた高橋周平選手が6回の守備からベンチに下がったというところで、ちょっと守備の時に無理な体勢からのスローイングでな、ちょっとこうね、トレーナーの方に付き添われるような感じで戻っていったベンチに。まああの表情とあの歩き方だったらちょっと時間かかるかもわかんないね。そうですね。筋肉系の怪我か筋系の怪我か、まあどちらかだとは思うけどもね。で今の段階ではまだ発表されていなくて、なのでまあもうすぐに登録抹消で、下から辻本選手が上がってくるという形になったので、まあ例えばもしかすると肉離れだったりとか筋損傷とか、まあ打てない中で、まあ周平ね、頑張って、まあ、打ったりとかしてたんだよね。まあそれきっかけに点が入るとか、まあそういうことがあったし、まあそれ以上に大きいのはやっぱ1点を防げる守備をしてくれてたよね。守備が抜群にうまいというかさ、まあ反応もいいしね、だからそういう意味では、まあ両面痛いとは思うな。そうですよね。まあ直近の5試合でも3度複数安打を記録、で豊さんもおっしゃってるようにやっぱりサードの守備というところで守備の貢献はすごく大きいと思うよ。でこのね数年ちょっとなかなかレギュラーでスタメンで出られなくて、今年やっとチャンスをつかんでっていうところもいいね。まあでも存在感を示せたからね、まあ怪我は残念だけども、だけどまあ周平はねまだ死んでなかったっていうね。そうですそうです。まあそういうものは表示はできたと思うんだよね。だからまあ中日には痛いけども止まるわけにいかないし、このまま尻尾巻くわけにいかないから、まあ辻本を上げてきた。まあ辻本をどう使うかは別問題として、まあ仮捨てもできるし、昨日はその仮捨てがサードに入った。だからそういう意味では人はいるようになってきてるんだよね。去年と違いますね。去年と全然違う。だからそういう意味ではあんまり心配はしてないけどもね。あんまり心配したってもうしょうがないからさ、いないものはね。そうですよね。だから仮捨てをどこにどう置くかっていうこと、もうそれが一番かなっていうふうに思うけどね。そうですよね。で山本村松っていうのもいるし、そうなんですよね。田中セカンドで頑張ってるし、だからまあそこら辺でのやりくりっていうのはこれ今年はできると思うんだよね。これ高橋周平選手当分出られないとなると、サードはもうこれ仮捨て選手で一応固定という形になってくる。いや固定かどうかはわからないけども、まず一番手は俺は仮捨てでいってほしいなと思う。仮捨て好きなんだよ。大好きですよ。いやダイナミックな、まあ身体能力の高さとか、それ見るとやっぱカリステって魅力あるなっていうふうに思うしね、だからまあカリステでいってほしいと思う。となると当時はサードカリステでセカンド田中幹也選手でショートに今だと山本選手っていうところにそうだね、まあ、村松もいるし村松もいます、まあ、山本もすごくね、いい活躍もしてるしそうですよね、また辻元っていうのが来たじゃんこれ辻元選手を上げてきたというのはやっぱ使おうというところですか。いやいや、まあ、内野の補強だよね。人数が減るわけだから単純に内野の控えとしてのだから辻元っていうのを上げてきたっていうことだと思うんだけど、いきなり使うとか、まあ、ファームから上げてきた選手状態がいいから使わなきゃいけないとか、まあいろいろね言うけども、でもその突発的なことでね周平が怪我しなかったら上げてこなかったわけでしょ、はい、だから無理するっていうよりも、まあ、控えとして、まあ、調整をさせておくというね、まあそういう状態だと思うよ。例えば大量得点で点差で勝ってる時、逆に大量の点差で負けてる時とかによし、じゃあちょっと途中から使ってみようとか終盤使ってみようとかってこともまあまああるよね。だから悪キャラさ決して上げてこないから、はい、まあまあの状態を保ってるから上げてきてるだけでね、だから大量失点で負けることはないよ中日は。そうなんですね。いやだってあのピッチャー見るとさそんな大量失点っていうのはあんまり考えられないんだよね。去年だからまあダイソーだとかさとかそういう細かい作業になってくるかなと思うから、やっぱ辻元の役割としたら細かい作業を的確にこなせるように、例えばピンチバンターでもあると思うよね、はい、だからそういうことを、まあ、肝に銘じてやっとく方がいいよね。逆にその高橋周平選手はまだ本当に、まあ、症状がわからないのあれなんですけど、その筋系筋系だったりとか肉離れ系だとすると大体どのぐらい、まあ1ヶ月だな、1ヶ月、交流戦のどこかで出てくるという形になりそう。まあそうかな、無理はさせないですよねきっとね。まあ勝負はねまだまだ先にあるから、やっぱちゃんと直してね、まあ焦ることもないし。そうです。でチームの状態雰囲気を見ると、まあ例えば申し訳ないけど高橋周平がいなくなったから、ガタガタって音を出すように崩れるっていうことはないと思う。やっぱモチベーションが保って、よしみんな周平が帰ってくるまで頑張ろうってみんなの力でっていうような、なんかそういった雰囲気があるよね、なんかそれはもう見てて感じるものがあるから、だからそれは俺も大丈夫だと思う。これでチームがガタガタとなるっていうことはないと思う。あとはまあ3番を高橋周平選手は打ってたんですけど、3番が抜ける。これ捨てていいじゃん。十分だよお前何がそれなカリステあんまりあれだろ評価してないだろ俺の評価が高すぎるのかもわかんないけど俺はカリステ大好きだから。カリステ3番向きですか。いや3番向きとか向かないというよりも、やっぱ彼はまあ昨年の後半から日本の野球に慣れてるし、まあホームランもね、打てるバッターだし、だから3番で何ら問題ない。足も速いしさ、まあ足速いですよね。確かに。だから周平と同じような打率ね、守備ができるんだったらやっぱカリステだもん。他は3番になりうる選手ってあんまりいないですか。まあいないっていうよりはやっぱ抜けた穴を埋めるんであれば、それ相応の3番にふさわしい人間を使うべきだと思うし、だからカリステだよ。そうか。私なんかもうちょっと例えば上林選手が打率上がってきたら3番とかに置いてもいいのかなと思ったりとか、それまでやっぱでもカリステ3番上林、一応悪くはないけど、悪くはないけどもやっぱ過去3年間を振り返ると打率1割台で非常に彼も苦しんでた、で中日に拾われた、もうやる気になった、で使われた。結果はある程度出てるかもわからないけども、そこでやっぱりさ負荷かけない方がいいよね。やっぱ打順の並びっていうのはすごく大切だし、まあ、カリステはどこ入ってもひょうひょうとやるタイプだから大丈夫だよ。田中幹也選手はやっぱ勝負強かったり打ってますけど3番タイプではないですよね。それ全然違う。やっぱり2番に彼がやっぱ何をしてくるかつないでくるか、いろんなことができる選手だからやっぱ考え方だよね、そこら辺はね、まあ、例えばヤクルトが2番に村上を置き出した、やっぱこうドジャースが大谷が2番打ってる、まあそういう考え方もあるけども、やっぱ中日はまあ1点ずつを重ねるという意味では、やっぱり2番に田中みたいなしつこいなんか嫌なバッターがいる方が相手にとっては嫌だと思う。だと俺は思うけどね、だから打てる順から並べたらもう下位打線っていうのはなんかスカスカになりそうな感じもするし、だからやっぱそこら辺でつながってきて勢いを増して下位打線だったら打てそうな気もするしね、うん、でも山本が下位打線に入ってすごく頑張ってるしさ、はい、そうですね、だからやっぱ打順で言えば3番が抜けたらカリステ3番、ね、5番が抜けたら5番カリステいやどこでもできるから心配するなってそうか、ハングリーだから彼が。そうですよね、ハングリーどころじゃないよ、もう本当に日本で頑張ろうっていう、ね、頑張ってお金持って帰ってもう悠々自適の生活しようっていうのはカリステだからその気持ちをやっぱそれを引き出してこないと。そうですよね、レフトだって頑張ってるしカリステ、そうですよね、まあ、あとそんな中で例えば、福永選手が、まあ、去年まで二遊間やってましたけれども、例えばレフトの練習をしてみたりとか、うん、まあどうなんですか、そのカリステサードに持ってくる分、まあ、外野が一つ、まあ、大島選手もいますけど空くというところで、今は、まあ、センター三好選手、ライト細川選手ですけれども、そのレフトの枠に、まあ、例えばカリステが今大島選手とか、まあ、他の選手がじゃあそこにポンと埋まってきたりとか、だからまあ状態のいい選手をそこら辺に置いていくっていう、で岡林もまもなく復帰するだろうし、はい、そしたら岡林センター、三好がレフトっていうことにもなるしね、だからまあそこら辺はいかようにももう今年はできるんだよ。あと2軍にいますけれども、本当だったら石川昂弥選手が同じポジションなんで上がってきてもいいと思うんですけど、打率がちょっと2軍でまだっていうところも、だからもう昨年は育成も兼ねて、1軍でね経験を積ますという意味で使ってたかもわからないけども、今年の場合はもう状況が一変して勝負の世界になってるから、だから石川も来たら結果が残せなかったらもうパンと落とすし、やっぱ戦力一軍の戦力して一番考えられる選手を上げてきてるから、だからそこに上げられるぐらいの価値のある選手になってこないとね。今まだってことなんですね。いやだからまだっていう判断なんだろうね。本来だったら大チャンスじゃないですか。いや大チャンスだけど、やっぱ守備とかいろいろ考えると、やっぱこうちょっと二の足を踏んだんじゃないの。そうですね、だから、まあ、非常に今年は中日が実力もあるし、はい、状態もいいしね、だからそういう育成とか全く考えてないと思う。やっぱり勝負ということを考えてるから、はい、だから、まあ、立浪監督も3年目でね、やっぱ今年は勝負したいというふうに思ってると思うしね、だからその勝負できる人間がベンチに入るという。だから石川ができないっていうんじゃなくて、だから石川を上げてきたらやっぱ使わなきゃいけない、だからなぜかというと成長させなきゃいけないし、将来の中日の顔になってもらいたい選手だから、はい、だから中途半端な上げ方はないよね、今年は。上げてきたら石川は使うよ。そうですよね、でも使える状態にファームであるかどうかっていうのを判断したときに、多分ないっていうふうに判断したんだろうね。いや今年は本当は実力主義、市場主義っていう感じになってますね。それはもちろんそうだな、だから競争も激しいよ、だから周平が怪我した、まあ、言葉は悪いけど、喜んでる選手がいると思う。もちろんそうですね、チャンス、俺はチャンスだっていうふうに、まあ、逆に思わなきゃいけないし、だけどなんていうの、俺はカリステだと最後にまたカリステが出てくると思う。なんでカリステいいじゃない、好きですもんね。カリステの一生懸命さと、身体能力さ、身体能力の高さ、なんかこう体の軽さというかさ。そうですよね、だから俺はいいと思うよ。もう外野も守れるし内野もいけるし、もうカリステ一押しですよね。カリステ取っといてよかったよ本当にあの時取っといてよかったですね、一番。安いしな、まだそうですね、いや本当そうです。まあただね、高橋周平選手が怪我で離脱というのは痛いですけれども、それもチーム一丸となって帰ってくるまで、まあそうそう、今の位置をキープしとくっていうのは、まあ多分ね、まあ山あり谷ありでね、シーズン長いし、でも周辺が帰ってくる、まあ、例えば予測とすれば交流戦あたりでね、あと1ヶ月ぐらいで帰ってくるとは思うけども、まあ、その時にも俺はいい状態をキープしてると思うよ、中日自体が。そうそう、だからまあ周辺も慌てないで、だから勝負どころではいる選手になってきてるからね、だからちゃんと直して、まあ備えておいてほしいなっていうふうに思います。